皆さんこんにちは、ブラックシップスの達也です。今日もトレーニングをやっていくんですが、今日からですね、クロスフィットの日本大会ジャパンチャンピオンシップの予選が始まります。早速ですね、今日は、1個目のワークアウトをやっていきます。一緒にやるのは小林さんです。昨年のジャパンチャンピオンシップのファイナリスト、イベントは、サクッと一発で決めて、いきたいと思います。クロスフィット超人は代々木ゆうすけ小林です。ダンベルスナッチはもうちょっとテンポよく攻めても良かったかなっていう。奇跡のイベントは、はい、予選1個目です。来ました、来ましたね、来ましたね。とりあえず総一郎ってやつはぶったうつさん、総一郎にはもう勝ってるんで、まあ多分これから来るであろう木田とかいうやつあいつを、はい、そろそろぶちのめそうかなと、ぶちのめそうかなと、うん、思ってます。スタート。 1、2、3。 Let's get it. Popping bottles tonight. Elegance and style. This place has got me feisty. Feisty, feisty. Whoa, popping bottles tonight. Elegance and style. This place has got me feisty. Feisty, feisty. Let's get it.50パウンドダンベル24インチ。はい、ということで、ジャパンチャンピオンシップの予選イベント1が終わりました。残り2つですね。今回の予選は、全部で3つのワークアウトをやって、その合計の順位で、ファイナリストを決めます。ファイナルに進出できるのは上位28名ということで、早速ですね、イベント1を終えて、ブラックシップス の、 今回戦っている皆さんの、ね、順位をちょ見ていきたいと思います。キスケくんですね。はい、はい、キスケくん、現在イベント1終えて6位。はい、やばいっすね。439レップ、すごすぎます。次が小林さんかな。小林さん現在42位、398レップで、次がテイさんかな。テイさん56位、384レップ。そして現在僕がイベント1終えて67位です。いや結構詰まってるね。厳しいぜこれ、厳しい戦いですね本当に、うん、だけどあと残り2つあるんで、うん、イベント2はトーチトゥーバーとオーバーヘッドスクワットと、あとヘビーウェイトのクリーンコンプレックス、クリーン&ジャークですね。最後はちょっと長めの、ローイングとかスラスターとかが入ったワークアウトなので、これをやりきって、なんとか全員、ブラックシップススタッフ全員決勝行けるといいっすね。うん、今回はこうイベント、強い人が、今まで強い人が安定して順位取ってる人もいるし、ちょっと下がってる人もやっぱいるんで、やっぱ分かんないですね。いや分かんないですね。ちょっとここから結構多分ね、イベント1はでもイベント2、3で結構また大きく順位が、ね、変わるよね、多分ね。もうがっつり入れ替え
ると思うんで、いやということで残り2つ頑張っていきましょう、はい、ということで次回に続きます。ありがとうございました。